あの自然は非常に健康に悪いので、うん、思い出しましたよ、まあうん、彦坂さんのところで弱いどのぐらいの猫でしたっけ。はい、そうそう、猫いくつだか忘れてる。25とかね、25年とか、すごい弱い。何回か何回かね、その鎌倉市から表彰されまして、猫が、うん、だからヒマラヤンっていうタイプのね、シャム猫とペルシャのアイノコですけど、ヒマラヤン、うん、それで家の中で飼ってる家猫なんだけど、そうすると長生きするわけ、うん、で、あの鎌倉の家の周りにみんな長生きのおばあさんがいるんだけど、あれもみんな家の中にいるからなんだよね、うん、おばあさんって猫のことね。いやいや、人間のおばあさんたちもみんな98まで生きたとか、そういう人たちなんだけど、うん、だからその人工環境の中にいると人間ってだから長生きしてる、ね、ストレスは低いよね。だからそれはやっぱりストレスが低い方が長生きするんだよね。ほどほどのストレスなら生きていくといいんじゃないかな。うん、そう。だからまあ、だって熱中症で死んじゃうじゃないですか、老人でも。要するに、そっか、うん、クーラーとかかけられないような、まあ、最近はね、とにかく、うん、その暑いですからね、うん、はい、そういう話でこれはまあ、あの今日はずいぶん読んだんですよね、はい、何ページでしたっけ。26ぐらいやる、うん、そう、紙にするとこのぐらいで、はい、カルジも取らないで2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、26ページ、25かな、25ページぐらい読みましたけども、その後の雑談でございました。以上であります。